日本国神奈川県横浜市神奈川区、斎藤文町。斎藤文町は、神奈川県横浜市神奈川区の町名。町名はなく、全域で住居表示が実施されている。神奈川区中部に南北に、やや長い町域を持つ。北東は、西神奈川三町目。東は、平川町。南東は日本への木。南は、朝日が丘、栗田屋。西は中丸。 北西から北にかけては六角橋2.3丁目に隣接する。町域の多くは一戸建てや隣接する六角橋に神奈川大学があることからアパートも多く見られる。町の南西部に横浜市立斎藤文小学校中央部には全留寺がある。町内に鉄道駅はなく、町域の東方の白楽にある東急東横線白楽駅、または 東博学駅が最寄りとなる。古い文献では、小田原州所領役長に、小机、神奈川斎藤文、新編武蔵風土機構にも、古吉名、鳴子土地、へしと記されていることが確認されている。町の中ほどにある善隆寺は、天朝年間に、新言州の寺院として解散し、1253年に、浄土新宗に改修した。 この回収を行った人物が仏門に入った武士の斎藤金根で、町名は金根のせいに事業地を表す糞を付け加えたものと推測されている。2012年の地域情報サイトはマレポトコムの調査においても全流時に資料は残っておらず、確証は得られていない。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。